ゴンザーガ大学はワシントン州スポケンにあるアメリカ合衆国の私立大学である。1887年にイエズス会により設立された。その名はイエズス会の聖人ゴンザーガに由来する。大学はイタリア出身の宣教師ジョセフ・カタルド・ SJ により設立された。彼は地域のネイティブアメリカンのためにカトリックの学校を建設した。 ゴンザガ大学のキャンパスは105の建物からなり、その規模は152エーカーに及ぶ。大学には2つの大図書館があり、ホーリーセンター図書館はゴンザガの主要な大学生、大学院西洋に1992年に開設された。ジェイストク法律図書館は2000年にゴンザガ大学大学院法学研究科用に設置された。360度パノラマの ゴンザーガ大学キャンパスカレッジホール大学は7つの学部で構成されている。著名な卒業生として、元米国会議長、トム・フォーリー、元ワシントン州知事クリスティ・グレゴワール、俳優のビング・クロスビー、バスケットボール選手のジョン・ストックトン、登山家、ジム・ビスクイールなど多くの分野で活躍する人物がいる。ビング・クロスビー1942年7月15日。 野球選手バスケットボール選手、ありがとうございます。